こわ。さあ、今日はラケットをまたね、ソフトテニス、こちらのラケットを持ってきました。で、先ほどまでね、動画、解説動画撮っていただいてね、はい、ありがとうございました。いや、とんでもないです。せっかくなんでね、この後野村コーチにね、4ポイントの勝負を挑もうというところで、シングルスですね。はい。で、今のところ対決、あの奇跡で1回勝ったんですか？確か1勝1敗だったかな。確か1勝1敗ですね。確かに。いや、そうですよね。もう結構遥か昔ですよね。もう記憶にないぐらいですね。そうですね。だから久しぶりの勝負だと思いますんで。はい。今日は4ポイント短いですからね。はい。全身全霊かけて戦いましょう。はい。待ったなしですよね。待ったなしですよね。そんなないですよ。直接ない。はい、なしですね。はい。はい、よろしくお願いします。勝負よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今からあの試合始めていきます。あの4ポイント選手です。だから2本ずつサーブやって交代していく形で、とにかく4点先取ったら勝つということでよろしいですね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。好きな方を取っていいですよ。あ、じゃあサーブお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。じゃあちょっとハンデでサーブいただいたんでね。じゃあお願いします。お願いします。はい。気持ちが大事なんでね。ワン、スリー。はい。取ったら勝ちですよ。え？あ、こっちですね。こっち取ったら勝ちです。そうです。
振り回されてますけどね。くっそー、今日のゲームは主導権が野村コーチにありますね。まずいですね。ツースリーでもついていけば何とかなる。これはね、野村コーチのストレートがあってアンダーハンドサーブで。今の体力取れません。今の取れません。皆さん、やべえ、こいつが来た。やばい、よし、こいつが来た。なんかチャンスが来ましたね、なんか頑張ったら。いや、あれだと考えたら、どっかで楽ですね、今度は。どっかで楽です。よし、やっと行こう。投げていくのが分かるんですかね。はい、ポイント選手ということでね、見事私勝っちゃいましたね。はい、負けちゃいましたね。4対3、はい、この試合の見どころはですね、私が絶不調だったということでね。そうですね、ね、あの 0対3になりましたね。あの1対3ですね。1対3、はい、あれ最初、最初2ポイント取りまして、それで1点、勝って1点取って、はい、1点、そう1対3、はい、ちょっとね、いつもにあの私ソフトテニスも結構粘れるんですけど、ちょっと序盤ミスが多すぎましたね。それね、あの気遣いしてくれたんですね。そこを私はついてきました。でやっぱり、ね、攻めれると思っちゃったんですよね。でやっぱね、欲かいちゃうとダメなんですね。でいつもだったらさ、あのもうちょっと私が結構粘ってこう左右に振ったりね、はい、今日は短いしね、真ん中行ってるしね、思ってるよりは動かされなかったので、そうですね、あのこっちから何かやらないかなっていうふうに考えちゃったんで、それがねやっぱ範囲かなと。そういつもね、私が攻略するで大体あの結構カルタしててね、野村コーチを動かして勝とうっていうね、今日はちょっとそれどころじゃなくて自分が振り回されたもんね。そうですね、結構形としてはね、うん、すごく良かったんですけど、まあ、形としては結果として、ね、そうですね、取れなかったという、まあ、テニスある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 ですね、はい、でもこれある意味調子が悪い中でもなんかコツコツ書いてるとチャンスが来るんですね。そうですね、やっぱりネットしちゃったりとかしちゃうとどうしても何も起きないんですけど、ネットを越えることで必ず何か起こってくれるっていうね。あとはどれだけその自分を信じて、ね、返すことができるかとか、諦めないでいられるかというのがすごく大切だと思いますので、大事ですね。はい、あのね、ちょっとすごく悔しいんで、うんね、いいこと言ってますけど、すごく悔しいですから、うん、悔しいですね、はい、また次回あのやりたいですね、はい、あの次回は本当にもうあの、ね、うん、勝負に徹して、はい、いきたいと思いますので、はい、次回すみません、4ポイントお願いします。はい、4ポイントです。体力的な問題で、はいはい、じゃあ、ぜひ次回ありがとうございました。ありがとうございました。